日のゲスト、まずはこの方、2003年西武ライオンズに入団、打っては通算88ホーマー、守っては高い守備力で攻守の要として活躍、2008年野球日本代表として北京オリンピックへも出場。いかがですか？あのこのフライの企画に僕呼ぶのって悪意ありますよね。そうですね、多分この笑いで伝わってるんじゃないかなと思いますけども、今日そのリベンジもあるんじゃないですか？そうですね、傷口が開きそうですけど、あの悪夢を払拭するためにも撮りたいと思います。ぜひ期待してます。ジェニーさん、ボーガーさんにもちょっと意気込み聞いてもらいましょう。ボーガーさん、ご無沙汰してます。 It's been a while. It's great to have you here. What do you think about this?元気ですか、横浜。ありがとうございます。さあ、これから勝負してもらいますけど、意気込みはいかがですか？ You're gonna fight against him. What do you think about it? Well, let the best man win. Hopefully, you know, we can do the job for the fans. ファンの皆様に貢献できるように、いいところを見せれるように頑張ってくれるということです。さあ、それでは早速ですよ、フライキャッチに行きましょう。 GG 佐藤さんからのチャレンジです。準備はいいですか？行きましょう、レディーゴー。さあ、上に当たっていきましたよ。さあ、追いかけて、追い上げて、ちょっと聞きましょう、伺いましょう。一球目いかがですか？横浜の空が北京の空に見えました。2球目来たんです。さあ、少しボールが見せなかったのか。さあ、さん、意気込みいかがでしょう？そう、最後、さあ、行こうということですね。さあ、それでは、はい、よろしくお願いします。さんの1球目です。レディーゴー。下がっていって、届かなかったです。What's it? No power. パワーが足りないそうです。でもナイスキャッチでした。さあ、それでは GG 佐藤さん、2球目いきましょう。レディーゴー。さあ、ここはまっすぐ上がっていって、しっかりキャッチ、しっかり取りますね。佐藤さん、ラストとなります。 GG さん側の3球目、レディーゴー。
で伺いましょう。それでは最後ウイニングショットいきましょう。ナイジャー・モーガンの3球目レディーゴー。さあ少し流れていってるか、瞬速を飛ばして割れるキャッチ。さあそれでは改めてフライキャッチ対決は3対1でナイジャー・モーガン選手の勝利です。じゃあお話伺いましょう。